から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1番の水原はトップスタートを決めています。2コース、4コースと出ていきまして、1周1マーク、1番の水原逃げる、内をついて2番松本、流れてしまった1番の水原、差し切りました。2番の松本が先頭、続いて4番の渡辺も差していきまして、ここは2番で1番の水原をかわしていきます。スタートは前提正常でした。一定心先頭、2番の松本リードを取ります。外から4番の渡辺で2マークの旋回、この外強襲は1番の水原、水原全速ターンでさあ2番手、4番の渡辺をかばしにかかります。内側伸び返せるかという4番の渡辺、時計マイルは手先かかってきました。まだ2番手ラスイは決着つかずで両者が並んできています。2周1マーク、2番手ここも外から攻める1番の水原、しかしちょっと振り込んでしまって1番の水原、ここでアクシデントがありました。2番手4番渡辺、3番手が3番の田添、上位3艇は2番4番3番と変わります。これから2周2マークの旋回となります。なお1番の水原は落水のため失格です。1番の水原落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。ファンの皆様にお知らせいたします。3号艇広瀬敦也はフライング返還欠場です。したがって3番に関する投票発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。サンライズクロス戦の第3レース、1号艇の大賀が若干スタート、3号艇の前本も出ていく、逃げる1号艇の大賀博之、まくり差す3号艇の前本康和、向こう正面は押し切っている1号艇の大賀がトップ。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇大賀博之、その後ろは他5艇がもつれ合う格好で、さあ2マークの攻防戦、先頭で1号艇大賀折り返した後、2番手握って回った4号艇の福島、ちょっとバタついた、アクシデント発生。2番手は2番3番6番、この3艇がもつれ合う格好となっています。レースは2周目と入っています。先頭は1号艇の大賀博之が向こう正面です。なおこのカード4号艇の福島智之転覆失格、4番が転覆のため失格となっています。1番3番2番4番5番6番の並びです。スタートしました。特選競争11レース、1号艇の佐藤がスタートを決めました。1周の1マーク、1号艇の佐藤が逃げる、3号艇の松崎の差し、2号艇の江崎がちょっとバランスを崩していく、向こう正面先頭は1号艇佐藤、スタートは前提正常でした。1号艇佐藤がトップ、3号艇松崎が2番手、3番手は接戦です。2号艇4号艇1周2マーク、先頭1号艇佐藤、2番手は3号艇松崎、3番手は4号艇長島先行、差した2号トロ江崎和夫が3番手をリードです。上の3艇1、3、2です。なお2マークでは一定アクシデント発生となっています。1マークトップで旋回する1号艇は佐藤が行き、2番手3号トロ松崎に対し2号トロ江崎、ここは攻めきれず、2番手は3号トロ松崎がリード、3番手は2号艇江崎和夫です。上の3艇は1番3番2番の体系、なお2マークでは5号艇中村誠が転覆のため失格、5番が転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。福岡選抜第12レース、1号艇5号艇そして4号艇が出ていく、一緒の1マーク、1号艇の松田逃げる、まくるの4号艇の長野総志郎、1号艇の松田残せない、まくった4号艇の長野が先頭。スタートは前提正常でした。なお1マークでは一定アクシデント接戦、一周2マーク4号艇の長野総志郎がトップで旋回に入っていきます。先頭は4号艇の長野総志郎、その後ろですが1号艇の松田大志郎を狙っていく、先頭は4号艇長野総志郎、2番手が1号艇松田大志郎、3番手は3号艇沖島博和、上の3艇413です。なおこのレースは2号艇大場博隆落水のため失格、2番が落水のため失格です。6コースに5号艇
艇の中クォーター、進入インから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。6コース5号艇中クォーターが踏み込んだトップスタートとなっていますが、そのまま1周の1マーク3コースから伸ばしてまくる3号艇の佐々木康之が一気に内に手を飲み込んでいきました。うまく2コースから回っていた2号艇の北川、間をついて6号艇山田亮太でバックスレッジ、トップ争いですがまくっていった3号艇の佐々木、うまく立て直した2号艇の北川、横並びの状態。3番手は6号艇の山田が単独3番手、スタートは正常。1周の2マーク握っていく3号艇の佐々木、内から合わせて回る2号艇の北川、2号艇北川が3号艇佐々木を振り切って先頭か、内をつく6号艇山田が2番手に浮上、流れた3号艇佐々木は3番手、見つかれて候補は4号艇の松本、1号艇の静香、最後は5号艇の中でレース、これから2周の1マーク、先頭で2号艇の北川淳二、2番手で6号艇の山田亮太、3番手3号艇の佐々木康之の10の体型は2番6番3番263の体型、水が大きく空きまして4番手以降は4号艇松本、1号艇の静香、最後方5号艇の中で、これから2周の2マークです。2周の2マーク3番2番手争い、突っ込んでくる3号艇の佐々木を包んでかわしていく6号艇の山田亮太、後方では1号艇静香にアクシデントが発生しています。上位は2番6番3番263で時計前を通過、これから最終周回の1マークに移るところです。最終周回の1マーク、先頭で2号艇北川、2番手6号艇山田、3番手3号艇佐々木となっています。ここでお知らせいたします。1号艇静香さえはアクシデントのため失格、1番はアクシデント失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の後藤誠也は早いスタートとなっています。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1マーク回ったところで先頭は1号艇の野村、そして4号艇佐藤が続いています。ここでお知らせいたします。3号艇後藤誠也はフライング変換欠用、3番はフライング変換欠用です。3の組に関する投票券は全て変換です。レース終了までどうぞ大切にお持ちください。予選最終日のボートレース浜名湖、現在のボーダー18位ですが、このレース3枠で登場の桑原正光で 6.50 となっています。競争水面上は第10レース予選特賞を迎えます。なおこのレース5号艇で登場予定でした石塚久弥選手は欠場、5選手による一戦となります。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースからトップタイミング、これはかなり早い状況となってしまいました。1号艇日先行もただいまのスタート問題がありました。お知らせいたします。1号艇の西本子はフライングのため変換欠場、1号艇はフライング、1位に関する投票券対策でお申しください。6日間にわたるシリーズです。 G3 レディース笹川杯3日目の争いはさらに進んで、競争水面上第11レース予選独占競争です。なおこのレース6号艇の原香織は全レース負傷のため欠場、したがって5選手による戦いとなります。地元の4番の山田、若手の山田ですが今節は大健闘、その4番山田明弘4角から進入を開始しました。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース特別選抜戦スタートしました。お知らせいたします。ただいまのスタート審議中です。 2号艇の杉田選手お知らせいたします。ただいまのスタート出遅れがありました。2号艇の杉田選手が出遅れです。2番に関します船券は返還となります。お手元のご注意ください。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート、2秒1秒、今スタートしていきました。コーススタートはダッシュで4コース角から4号艇5号艇6号艇がいいスタート。1マークは逃げる1号艇の宮田をまくっていった2号艇の新地がさあ飲み込んだが、後ろキャビって乗り上げてアクシデントがあって、さあバックスレッチャー現在2号艇の新地で、そして一定新地は5号艇の広瀬、後続水がいて6号艇です。なおスタートは正常でした。
さあ、アクシデントがあって現在は4号艇、1号艇回復で3号艇がエンスト状態です。お知らせいたします。第1レースは1号艇の宮田が妨害失格、3号艇の塚本失格となっています。競争水面上は終盤戦の勝負がけ予想第11レース、2号艇吉田良太郎欠場で5艇が出揃ってまいりました。1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。ニューッと2、3コース早すぎる。2号艇の北津、3号艇の山内、4角4号艇の渡辺、かなり際どいタイミング、危ない状況となっておりまして、現在スタートを審議中、スタートを審議中。お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。2、3コースの2選手早すぎるタイミングです。ここでお知らせいたします。2号手の北津杏奈、そして3号手の山内瑞希、2号手の北津、3号手の山内、2艇フライング返還欠場となりました。従いまして2号艇と3号艇に関する投票権全て返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番です。6レース、スタートします。センターアウトによって、好スタートは3456-0台スタートを目立っておりますが、一郎1マーク、インから先生1号艇の宗幸、2号艇小林、雑誌構え、3号艇の浜月、まっくり出すが、どうだ、入れない。切り込んでくる4号艇、武田でバックで入りました。踏ん張ったセットを1号艇、宗幸絞り込んで、2番手から追いかけて、4号艇、2号艇、3号艇、去って並んで、その後方5号艇、勝浦、6号艇、横田、一緒にコーナーの世界、スタートは正常でした。トップ世界1号艇の宗幸、2番手アウトを握り込んだ、3号艇の浜月、インついては4号艇の武田和也、ホームスレッジ先頭抜き去った。3号艇の浜月、さあ2番手から巻き返す。1号艇の宗幸、その後方は2号艇、4号艇、5号艇、去って並んでいます。レースは2周目の1コーナー、トップ旋回、3号艇の浜月、2番手は1号艇宗幸、3番手は2号艇の小林が先手、アウト回って5号艇の勝浦、後方6号艇、4号艇が競り合った。先頭リードを取っては3号艇の浜月、2番手は1号艇の宗幸、3番手は2号艇の小林、ジョーダー系312、1マーク現在6号艇の横田はエンスト状態です。レースは2周にマークの旋回です。先頭は3号艇の浜崎、2番手は1号艇の宗幸、3番手は2号艇の小林、上田系312、4番手の飛び込んで5号艇の勝浦が2号艇の小林を捉えて、レースは残り1周です。1マークエンスト手を避けてのターンということになりました。先頭3号艇の浜崎、2番手は1号艇の宗幸、3番手逆転です、5号艇の勝浦、上田系は315となりました。ここでお知らせいたします。6号艇の横田高光、2周1マークにおきまして、エンストのため失格となりまして、1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。やーっと4コース5コース、4号艇の大上、5号艇の竹井、早いタイミング、現在スタートを審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。4コース5コース、大上、竹井、早いタイミング、現在スタートを審議中となっています。ここでお知らせいたします。4号艇の大上拓人、そして5号艇の武井隆、4号艇の大上、5号艇武井、ともにフライング返還欠場となりました。従いまして4号艇と5号艇に関する投票権全て返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。4番6番が覗いたスタートになりました。スローがやや慎重で出ていくのは3番4番、これから1マークの旋回、伸び返して逃げる1号艇吉村、刺す2号艇、さらに内側から4号艇の北中、先頭は1号艇の吉村のうち4号艇の北中が届いてトップ争いです。スタートは前提正常でした。先頭争いは1号艇吉村対4号艇の北中、その後ろに2号艇末永がつけています。2マーク内側から先前は4号艇の北中元気、刺してくる1号艇吉村に、その内側から2号艇の末永です。先頭は4号艇の北中元気、2番手2号艇末永が上がってきました。3番手に1号艇の吉村、現在上位3艇4番2番1番、2番手3番手はまだ定冠詰まっています。これから2周目1マーク、先頭は4号艇の北中、2番手2号艇の末永が先に待って1号艇の吉村にリードを広げます。上位3艇は4番2番1番です。
その後ろはさらに水がいて、5号艇南野、3号艇松尾、6号艇篠原と続きます。2周にマークトップで回るのは4号艇北中元気、続いて2号艇末永勇気、1号艇ちょっとバタついて5号艇ともつれてしまいました。その後ろで危ないシーンとなっています。その後ろ1号艇吉村現在3番手、さらに3号艇松尾、立て直して6号艇の篠原、最後方に5号艇の南野です。3周1マークトップで4号艇の北中、続いて2号艇末永、3番手は1号艇の吉村、上位3艇は4番、2番、1番で最後のバックストレッチを構想中。さらに後ろは大きく水がいて、3号艇松尾、6号艇篠原、最後方に5号艇の南野が続いています。ラストターンマーク先頭は4号艇北中、2番手で2号艇の末永、3番手は1号艇吉村、4番、2番、1番の順にまもなくゴールです。先頭4番五輪、2番五輪、1番五輪、3番五輪、6番五輪、そして5号艇南野もゴールを目指してこれからラストターンマークの旋回となります。なお5号艇の南野は不完走のため失格、先ほどまでゴールを目指していました5号艇南野、不完走のため失格となりました。1番、2番、4番、5番、3番、6番スタートしました。サンライズ V 戦の第1レース、外が若干インスタート、さあ1マーク逃げる1号艇の乙藤聡、刺すのが2号艇の村上亮、さらに3号艇の貫地谷直人、向こう正面1番2番のトップ争い、スタートは前提正常でした。なお1マーク付近アクシデント発生、現在5艇が競争中、2マークからホーム側2号艇の村上が先行体制で回って、そのまま振り切った2号艇村上が単独のトップに立ちます。なおこのカード6号艇の村本大成転覆のため失格、6番が転覆のため失格となっています。ボートレース福岡サマータイムレースの県内選手選抜マンスリーボートレース杯3日目ラストカード福岡選抜第12レース、なおこのレースに出走予定でした3号艇松村聡選手は負傷のため欠場いたします。インコースから1番2番3番5番4番6番の台形第7レーススタートいたしました。スリット通過後若干3コースから3号艇のぞこうかという体勢ですが、内側の方も伸び返してインから逃げる体勢は1号艇2号艇が差しのハンドル、さらに3号艇外前に行きましてバックストレッチ向こう正面になりますが、陰性を仕切る構え1号艇の宮野原、さもなく2号艇の尾上が現在2番手の追走、1番2番3番手争いは5号艇の中山翔太、内をついて4号艇の吉川接近、後方3番6番向こう正面から2マークの旋回、スタートは前提正常です。陰性を仕切る構えは1号艇の宮野原、2番手追走は2号艇尾上は順走の形、3番手争い接戦でありますが4号艇5号艇交差旋回でありますが4号艇わずかに3番手キープ、その後ろでありますが5番6番と追走でありまして2マークのところで3号艇の石原が転覆を期しています。1番2番3番手争いは外4号艇内をついて5号艇最後方6号艇という体勢、なお3号艇の石原は転覆を期しています。1番2番3番手5号艇内側から4号艇差し込んでまいりまして接戦となっていますが、内4号艇の吉川、アウト5号艇の中山翔太、最後方追走6号艇の伏見です。向こう正面中間点を通過いたしまして各メンバーが第2ターンマークの旋回へと向かいます。なおこのレース3号艇の石原は転覆のため失格となっています。2番1番3番4番6番5番です。スタートしましたインの2番佐久間、そして2コース1番の渡辺と東京勢まずまずの踏み込み、ダッシュ勢では門市4番殿崎まずまずのスタート、おっと1番の渡辺武郎は大きく振り込んでしまった、オーストアラにその後ろでもアクシデント、そしてもう1艇スローダウンしているのは4番の殿崎悟、3艇にアクシデントが起きてしまいました。なおスタートは前提正常でした。
1番の渡辺武郎は妨害のため失格、1番渡辺武郎は妨害のため失格です。そして5番の為本智也は転覆のため失格、5番為本智也は転覆のため失格となっております。そして4番の殿崎はまだ1周1マークの付近、1マークの付近は止まっている状態、エンストの状態です。そして4番の殿崎悟はエンストのため失格、4番殿崎悟はエンストのため失格となっております。相変わらず水面上はほとんど風のないコンディションが続いています。今日は静かな水面上です。終盤戦へと向かっていきます。2日目の攻防、8レース予選競争の開始です。なおこのカード1号艇で登場予定でした山谷慎、前半レース負傷により欠場、このカードは5艇での競争となります。1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。参考、わお、これは際どいです。インから先行する山川もただいまのスタート問題がありました。お知らせいたします。3号艇のマッセヒロミはフライングのため変換決勝、3号艇フライング3に関する投票権は提出にお持ちくださいませ。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。2秒前、1秒前スタートしました。トップスタート2コース2号の谷本、谷本が出るか1号艇が抵抗する、1周1マーク2号艇谷本がしかし2コースからまくっていって4号の福来がまくし出す、ズバッと入ってきた先頭4号の福来です、まくし出しました。2番手はまくっていった2号の谷本、3番手争いはおっと後方アクシデントがありました、危ないところ。3番手争いは5号艇1号艇か3号艇がエンジンストップか、一周二マークの攻防です。スタートは正常、スタートは正常でした。先頭4号艇福来、2番手は2号艇の谷本、なお1号艇は妨害、1号艇は妨害失格です。スタートは正常でした。なお6号艇は転覆による失格です。1番2番6番ダッシュ、3番5番4番スタートしました。スロー勢が思い切っていきましたが1マークへと向かいますが、ただいまのスタートは審議中です。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。ただいまのスタートは審議中となっています。お手持ちの投票権大切にお持ちください。なおお知らせいたします。1号艇オアシルリカ、6号艇渡辺翼はフライング変換決勝、1号艇6号艇に関係のある投票権すべて変換です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。角の4コースが好スタート、4号艇鴨原ダッシュ勢がわずかに優勢ですが、内に艇を伸び返してきた1号艇小林亮太先手を取る、3号艇まくっていくのは新田由里、内から2号艇5号艇6号艇差し込んでいきますが、ここはわずかに1号艇小林亮太、先かけるか2号艇向田直也が迫ってくる、さらに内から5号艇羽野直也、後方6号艇3号艇4号艇、第2レーススタートは正常です。1周にマーク1号艇小林亮太、2号艇向田直也が内をつく、握っていく5号艇羽野直也が3番手から追い上げてくるが、2号艇向田直也がわずかに2番手優勢、もっかのところ1番2番5番内側からは6号艇安河内健も接近する、2番手争いが3艇の攻防、2周の1番現在2番手争い優勢なのは2号艇向田直也、6号艇をつけるような格好、安河内を包んでかわす、前後ろ取ってシャープに旋回する、おっと5号艇羽野はアクシデントか、1番2番6番と変わりました。後方アクシデントがあった模様、上位体系は1番2番6番と変わっています。5号艇羽野が転覆でしょうか、さらには3号艇新田も動きが止まっています。1番2番6番の体勢、2周にマークを回ってホームストレッチです。先頭1号艇小林亮太、2号艇向田直也が2番手、6号艇安河内健が3番手、126で最終周回に入っています。なお後方2艇にアクシデントがあった模様です。3周1マークから向こう上面です。なおお知らせいたします。3号艇日体入りはエンスト失格、5号艇羽野直也転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番の並びです。ス
タートしました。2番、3番、4番、5番が覗いたスタート、インがへこんでしまっています。出ていくのは2番と3番、1番区の旋回、2コースからまくる2号艇堤、続いて刺した3号艇松田、外から4号艇の袖、先頭は2号艇の堤圭介です。スタートは前提正常でした。一歩前に出ている2号艇の堤、並んで追いかける5番、3番、4番、これから2番区の旋回です。トップで回るのは2号艇の堤、2番手集団から5号艇の宮本が最内先に来る、3号艇刺そうとしますがちょっともつれてしまっています。先頭は2号艇の堤、2番手で5号艇の宮本、その後ろ3番手に3号艇の松田、4号艇の袖が4番手、2マーク付近では2艇がもつれてしまって今1号艇が構想再開です。これから2周目1マーク、先頭2号艇堤、2番手5号艇宮本、3番手は3号艇の松田、最後のバック上位体系は2番、5番、3番、後続は4号艇袖、1号艇大熊、6号艇は2マーク付近で取り残されています。これからラストターンマークの旋回となります。先頭で回ってくるのは2号艇の堤圭介です。2番手5号艇の宮本、3番手3号艇の松田です。2番、5番、3番の順で間もなくとなります。先頭2番五輪、5番五輪、3番五輪、4番五輪、1番五輪、なお6番は不完走のため失格、6番は不完走のため失格となっています。ポートレース若松パイナップルナイター那須杯シリーズ2日目のラストカード、予選特選第12レースを行います。なおこのレースに出走予定でした3号艇吉村和也選手は負傷のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、1秒前スタートしました。サンライズクロス戦の第3レース、1番、3番、5番と出ていく1マークの攻防戦、逃げる1号艇の古澤光則、3号艇の森貞がまくる、刺す2号艇の上田、後方はちょっとアクシデント、1号艇の古澤光則、迫る2号艇の上田太一、スタートは前提正常でした。現在4艇が競争中、先頭は1号艇の古澤光則が折り返します。2号艇の上田太一が2番手の位置です。その後ろ3番手に3号艇の森貞浩二が続いて、4番手が5号艇の東健介、レースは2周目です。なおこのカード4号艇の村上亮妨害のため失格、4番妨害のため失格となっています。また6号艇の松本正弘は落水のため失格、6番は落水のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。進入固定の第4レース、うちの4人が出ていきます。さあ1マーク、逃げる1号艇の森田俊介、4号艇の藤田がまくる、押し切った1号艇の森田がトップ、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の森田俊介、2番手に4号艇の藤田博人、その後ろは6号艇の貞松一歩前です。なおバックストレッチは2号艇の片岡選手現在演奏中、2マークからホーム側、先頭は1号艇の森田俊介、2番手に4号艇の藤田博人です。その後ろ3番手は6号艇の貞松勇樹、すぐ後ろから3号艇藤本義文、さらに後ろ続くのが5号艇の金田大輔です。1マークから向こう正面へエンスト中を避けての旋回となります。先頭は1号艇の森田俊介です。2番手が4号艇の藤田博人、3番手に6号艇の貞松勇樹です。上位3艇が1番、4番、6番です。なお2号艇の片岡秀樹エンストのため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタ
しました。予選競争第3レース、1号艇2号艇3号艇スロー3艇揃っていく、一周1幕1号艇那須が逃げる、3号艇のマスターケージまくっていきました。まくった3号艇のマスターが先頭、スタートは前提正常でした。なお1マークでは一定アクシデント発生となっています。先頭は3号艇マスターケージ、2番艇1号艇那須啓太、その後ろに4号艇古澤が追走、一周2幕先頭は3号艇マスターケージ、2番艇1号艇の内側アタック、4号艇は古澤、2番手は1号艇那須啓太がキープしていきます。3番手が4号艇古澤慎二です。なおこのレース1マークでは2号艇松崎宇太郎転覆のため失格、2番は転覆のため失格となっています。